7勝、河合幸輝選手、2段、大和町在住、中学生まで、中学生までで辞めていた剣道を社会人になり、郡上へ帰ってきたと同時に再開しました。転勤により郡上を離れ、剣道も中断していましたが、再び郡上に戻って剣道も再開しました。剣道が身近な郡上の環境に感謝しています。金組27勝、池野康人選手、3段、八幡町出身、関市在住、関商校主将として、インターハイ予選準優勝、東海高校総体出場、中学時代にも東海大会出場しました。中学高校を通して計2回東海大会に出場することができました。Thank you.